食品表示ナビゲーション、一般用食品における表示の基本的なルール、加工食品編。はじめに、本動画は中小食品関連事業者の食品の適正表示の円滑な導入支援と消費者のさらなる理解促進を目的に、食品表示法改正を反映させた一般用食品における表示のルールについて解説したものです。食品の種類に応じて細かく決められている個別の表示ルールや例外規定、任意表示などについてはここでは具体的に触れていません。また国では表示制度について様々な検討を行っているので、今後も表示制度の変更が予想されます。本内容については令和2年8月時点の法令、告示、通知等に基づいています。消費者庁のホームページ等で最新の情報を確認してください。食品表示に関する相談については管轄する関係機関に問い合わせてください。なお、本動画については共通ルールや個別ルールなどの表現を一部使用していますが、便宜上そのような表現を用いており、法令等で定められている表現ではないものもありますので注意してください。食品表示にかかる参考資料は群馬県のホームページに掲載していますので、各自ご確認ください。本動画はこちらの項目を説明します。はじめに食品表示について説明します。食品表示を規制している法律は複数あります。食品表示法では食品表示基準を定めているように、各法律はそれぞれの目的に応じて表示ルールを定めています。それぞれ法律の目的が違うため、対象とする食品や表示する内容には違いがあります。本動画では主に食品表示基準に基づいて具体的な食品表示のルールを解説していきます。国や都道府県等は食品表示の適正を確保するため、必要があるときは食品関連事業者に対し立ち入り検査等を行います。食品表示基準に違反した場合は食品関連事業者に対して表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を指示します。その指示に従わない場合は指示に従うべきことを命令します。指示・命令した場合はその旨を公表します。命令に違反した場合は罰則が科せられます。また原産地・原料原産地について虚偽の表示をした場合にあっては直罰規定が設けられています。アレルゲン表示や期限表示など安全性に重要な影響を及ぼす事項に違反し、緊急の必要性があると認めるときは食品の回収等の命令をするとともに、その旨を公表します。命令に違反した場合は罰則が科せられます。また表示違反については直罰規定が設けられています。法律に基づく立ち入り検査等を拒んだ場合についても罰則が科せられます。食品表示法の執行の流れの全体像はこちらです。
食品表示を作成する前に、食品表示が必要な食品であるかどうか、またどのようなルールに基づいて表示するべきかを確認します。まずステップ1として、表示を作成する食品の情報を確認します。次にステップ2として、食品の分類を確認します。食品表示基準別表第2に該当する食品は、生鮮食品に分類されます。一方で、食品表示基準別表第1に該当する食品は、加工食品に分類されます。次に、ステップ3として、食品表示の対象となるかを確認します。すべての生鮮食品は表示が必要となります。加工食品については、容器包装に入れられているのであれば、表示が必要となり、容器包装に入れられていなければ、一部の食品を除いて表示は不要となります。表示が必要となる食品であった場合、ステップ4として、食品の表示事項を確認します。生鮮食品の場合には、食品表示基準第18条、第22条にある生鮮食品の共通ルールに基づいて表示します。さらに、表示を作成しようとする食品が個別ルールがある食品、つまり食品表示基準別表第24に掲げられている食品に該当する場合は、共通ルールに加えて、さらにその別表第24にある個別ルールに基づいて表示します。別表第24に該当しない食品であれば、共通ルールのみに基づいて表示します。加工食品の場合も同様に考えます。食品表示基準第3条第8条にある加工食品の共通ルールに基づいて表示します。さらに、食品表示基準別表第3、第4、第5、第19、第20、第22に掲げられている食品に該当する場合は、共通ルールに加えて、さらにその各別表の個別ルールに基づいて表示します。各別表に該当しない食品であれば、共通ルールのみに基づいて表示します。つまり、食品表示のルールは、共通ルールと個別ルールを合わせて考える必要があります。また、食品表示基準のほか、景品表示法など、他法令で禁止されている表示事項もありますので、注意してください。別表第24に、生鮮食品における個別ルールが定められている食品は、次の通りです。別表第3など、加工食品における個別ルールが定められている食品については、群馬県のホームページをご確認ください。生鮮食品と間違いやすい加工食品の例を紹介します。これらの食品はすべて加工食品です。生鮮食品と間違いやすいので注意しましょう。食品表示基準 Q&A により具体的な例が示されているので、群馬県のホームページをご確認ください。次に、禁止されている表示については、例えば表示すべき事項の内容と矛盾する用語を使用するなど、いくつかの禁止事項があります。また、ここで掲げられている事項以外にも、食品表示基準やその他の関係法令において禁止事項が定められています。表示内容について消費者に説明できる
具体的な表示根拠を持つ必要があります。消費者に説明ができない表示はしないようにしましょう。次に加工食品の表示について説明します。加工食品を容器包装に入れて販売する場合は、原則として次の項目を一括して見やすい場所に表示します。なお別記様式1を一括表示と言います。アレルゲン表示や遺伝子組み換え食品である旨の表示については、原材料名欄もしくは添加物欄に表示します。また個別ルールとして、食品表示基準別表第19、第20に掲げられている食品に該当する場合は、その表示ルールに基づいて表示します。別記様式2は栄養成分表示の様式です。加工食品の表示についての注意事項です。商品を購入する方がはっきりと見やすい表示となるように工夫する必要があります。文字の大きさは日本産業規格に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一の取れた活字で表示します。なお表示可能面積とは、容器包装の表示可能な部分の表示面積のことであり、ラベルの面積のことではありません。ラベル以外の表示できる面積も含みます。では具体的にどのように表示しなければならないか説明します。はじめに名称の表示方法です。名称の欄は食品の内容を的確に表現し、一般的に通用する名称を表示します。一般的名称ではない商品名を表示することはできません。食品表示基準別表第4において個別ルールが定められている食品は、それに基づいて表示します。また別表第5で規定された食品の名称は、その加工食品以外に使用することはできません。乳および乳製品は乳糖症例の定義に従って名称の事項名を種類別として表示します。名称の欄は商品名を記載する欄ではありません。しかしながら、消費者に誤認を与えない範囲で名称に括弧をつけて商品名を併記することは可能です。続いて原材料名の表示方法です。加工食品の原材料名の表示は、原則最終製品を製造する事業者が使用する状態の原材料を最も一般的な名称で表示します。また使用した添加物以外の原材料を、原材料に占める重量割合の高いものから順に表示します。複合原材料を使用する場合の表示方法は後で詳しく説明します。個別ルールがある食品はそれに基づいて表示します。例のようなレシピでどら焼きを作った時の表示は丸1のようになります。このように添加物と区別して表示します。なお丸1、丸2は粒あんを他社から仕入れた場合の例です。使用する状態の原材料を表示するので、粒あんと表示し、その後に括弧をして粒あんの原材料を重量順で表示します。もしくは粒あんについては、一般的には原材料は小豆や砂糖であるとわかるので、丸2のように括弧はつけず、
そのまま粒あんと表示することもできます。粒あんを自社で製造した場合は原則として丸3のようになります。使用する状態の原材料を表示するので、粒あんの原材料である小豆、砂糖、食塩を表示します。さらにレシピ全体の重量順で並べ替えます。この場合、もともとのレシピの砂糖 30g と粒あんの原材料である砂糖 39g を合算して考えます。次に複合原材料の考え方の説明です。先ほどの例の小豆、砂糖、食塩から作られている粒あんのように、2種類以上の原材料からなる原材料のことを複合原材料と言います。基本ルールとして、複合原材料の名称の次に括弧をつけて、複合原材料に使用されている原材料を複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。この場合、添加物は括弧の中に入れず、製品全体に含まれる他の添加物と合わせて製品全体に占める重量の高い順に表示します。ポテトサラダの原材料として仕入れたマヨネーズを使用している例で考えてみます。食用植物油脂、卵黄など2種類以上の原材料からマヨネーズは作られているので、マヨネーズも複合原材料です。マヨネーズに使用されている添加物の調味料括弧アミノ酸は括弧の中に入れず、添加物の欄に重量順で表示します。基本ルールはマヨネーズの文字の次に括弧をつけて、マヨネーズに使用されている原材料を重量の割合の高いものから順に表示します。複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下で、かつ当該割合が 5% 未満である原材料についてその他と表示することができます。具体例で見てみましょう。マヨネーズに使用されている原材料は3種類以上あります。重量割合の高い順が3位以下である香辛料、食塩、砂糖のマヨネーズに占める割合が 5% 未満の時、それらをその他と表示できます。醸造酢の重量割合は3位ですが、マヨネーズの原材料に占める割合が 5% 以上であるため、その他とくくって表示することはできません。なお、その他と表示したマヨネーズの原材料に添加物やアレルゲンが含まれる場合は適切に表示する必要があります。その他、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が 5% 未満である場合、複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合は、複合原材料の原材料の表示を省略することができます。なお、省略した複合原材料の原材料に添加物やアレルゲンが含まれる場合は適切に表示する必要があります。具体例で見てみると、使用したマヨネーズのポテトサラダに占める割合が 5% 未満の場合、マヨネーズに使用されている原材料の表示は省略できます。しかしこの例では、マヨネーズの原材料に卵黄が使用されているので、マヨネーズ括弧卵を含むとアレルゲンが含まれている旨を表示します。アレルゲンの表示については後で詳しく説明します。
またマヨネーズについては、仮に重量割合が 5% 未満でなくとも、マヨネーズという名称からその原材料が明らかである場合に該当するため、記載の例のようにマヨネーズの原材料の表示を省略することができます。複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合とは、以下の例が挙げられます。名称を見れば主な原材料がわかる場合や、法令などで定義されている場合などは、複合原材料の原材料を省略できます。例えばごま和えや煮物など、その表示だけではその原材料が明らかでないものについては、原材料の表示は省略できません。続いて、添加物の表示方法についてです。添加物の表示方法については、次の順番で説明します。食品に添加物を使用した場合や、原材料として使用した複合原材料に添加物が含まれている場合は、原則としてそれらの添加物をすべて表示します。添加物は、添加物以外の原材料と明確に区分して、製品全体に占める添加物の重量割合の高い順に表示します。明確に区分することで、消費者にとってどれが添加物であるかが見てわかりやすくなります。原則として、原材料名の次に添加物欄を設けて表示します。このプリンの例では、カラメルソースに添加物が含まれているので、プリンに直接使用した香料とまとめて重量割合の高い順に表示します。添加物欄を設けずに、例のように原材料名欄に原材料と添加物を明確に区分して表示することもできます。例1のように、スラッシュ等の記号を用いて原材料と区分する方法や、例2のように慣用して区分する方法があります。次に、個々の添加物の表示方法について説明します。添加物は原則として物質名を表示します。別名、簡略名等で表示することができる添加物もあります。食品表示基準についてを確認してください。例えば、膨張剤の炭酸水素ナトリウムの別名と簡略名はこちらです。先ほどのように、添加物は原則として物質名を表示しますが、表の左側の8つの用途に使用する添加物は、消費者への情報として表示の必要性が高いことから、表示例のように用途名と物質名を併記することが義務付けられています。甘味料のうち、アスパルテームについては、フェニルアラニンを分解できない疾患の方のために、 Lフェニルアラニン化合物を含む旨を表示します。また、表の右側の14種類の目的で使用される添加物は、物質名の代わりに成分の機能、効果等を一括する名称、一括名で表示することが認められています。ただし、一括名を用いることができる添加物の範囲は、食品表示基準についてで決められているので注意が必要です。調味料については、構成成分がアミノ酸、核酸、
有機酸、無機塩の4種類に分類されるため、その種類名を括弧をつけて表示します。原則として、使用した添加物や原材料に含まれている添加物は表示する必要がありますが、例外として表示が免除となる場合があります。まず一つ目が、加工除剤となる場合です。加工除剤とは、食品の加工の際に添加されるものであって、次の3つのいずれかに該当する場合は、加工除剤となり、表示が免除されます。加工除剤かどうかは、使用目的と最終食品への残存量により決められ、食品の種類や製造工程により事業者が判断します。2つ目は、キャリーオーバーとなる場合です。キャリーオーバーとは、簡単に言うと、原材料に含まれている添加物が最終製品に効果を発揮しないものを言います。次の3つの条件に全て該当する場合は、キャリーオーバーとなり、その添加物の表示が免除されます。キャリーオーバーと判断される量を一律に決めることはできないので、個々の食品で事業者が判断します。原材料から持ち越される添加物が最終食品において、味覚、嗅覚、視覚等、五感で感知しうる効果を及ぼしている場合は、キャリーオーバーとならず、添加物の表示をします。せんべいの例に示したように、調味料がそれにあたります。加工除剤やキャリーオーバーに該当し、表示が免除される添加物についても、特定原材料、つまりアレルゲンに由来する旨を表示します。次に、使用した添加物製剤の表示について説明します。添加物製剤とは、添加物の目的や機能をより有効に発揮、または安定させるために、他の添加物や食品を混合して製造されたものを言います。添加物製剤は、主剤、副剤、食品素材からなります。食品に添加物製剤を使用した場合、主剤については表示義務があります。副剤については、最終食品に残存しても効果を発揮しない場合は表示不要であり、食品素材については原材料に該当しないため表示不要となります。ただし、表示不要の場合でも、アレルゲンが含まれる場合は、アレルゲン表示が必要です。添加物製剤である酸化防止剤製剤の例はこちらです。主剤については表示義務があります。副剤、食品素材については表示が不要となります。以上のことから、この添加物製剤を使用した食品の表示はこのようになります。続いて、アレルゲンの表示方法について説明します。アレルゲンの表示は、原材料名欄、添加物欄に表示します。アレルゲンの表示は、健康被害の防止の観点から、食品表示基準で規定されています。以下、3つの項目について説明します。まずはじめに、表示が必要なアレルゲンについてです。重篤度、症例数の多い7品目、エビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生、またはピーナッツを特定原材料といい、アレルゲン表示が義務となります。また、特定原材料に準ずるものである21品目、
アーモンド、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、ごま、鮭、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、松茸、桃、山芋、リンゴ、ゼラチンについてはアレルゲン表示をすることが推奨されています。これら28品目を特定原材料等と言います。複合原材料や添加物に特定原材料が含まれる場合もアレルゲン表示が必要となります。具体的なアレルゲンの表示方法について説明します。原則となる表示方法は個別表示となります。個別表示とは、個々の原材料の直後に括弧をつけて〇〇を含むとアレルゲンを表示する方法です。これによってどの原材料にアレルゲンが含まれるか消費者にとって分かりやすくなります。特定原材料等を併記する場合には間を中点で結びます。個別表示については重複したアレルゲンの表示は省略できます。例2では醤油に含まれる大豆が表示されているので、植物油脂に含まれる大豆の表示は省略できます。原材料名欄の他に添加物欄を設けて表示する場合も重複したアレルゲンの表示は省略できます。また例3では落花生が原材料として表示されています。落花生は特定原材料7品目の一つであり、落花生（落花生を含む）と表示しなくともアレルゲンを表示していることになります。特定原材料等に由来する添加物は、例1のように添加物名に続けて（〇〇由来）と表示します。用途名併記が必要な添加物が特定原材料等に由来する場合は、例2のように用途名（物質名〇〇由来）と表示します。乳については例3のように、原材料の場合は（乳成分を含む）、添加物の場合は（乳由来）と表示します。アレルゲンの表示は個別表示が原則ですが、個別表示が困難な場合における表示方法として例外的に一括表示が認められています。一括表示とは、すべての原材料または添加物を表示した後に原材料として表示している場合を含めて、すべての特定原材料等を（一部に〇〇を含む）とまとめて表示する方法です。例1では、原材料にアレルゲンを含む小麦粉、全粉乳、脱脂粉乳、卵黄が表示されていますが、原材料で表示されていてもまとめて最後にアレルゲンを含む旨を表示します。例1のように、添加物の事項名がある場合はアレルゲンを含む旨の一括表示は、原材料・添加物ごとにそれぞれ整理して表示します。例2のように、添加物の事項名がない場合は製品全体に含まれるすべてのアレルゲンを最後にまとめて表示します。また一つの食品で個別表示と一括表示を組み合わせて表示することはできないので、必ずどちらかの表示方法に統一して表示します。アレルゲンの表示は個別表示が原則ですが、
1から3などの場合にあっては、例外として一括表示が可能です。アレルゲンの表示方法として、代替表記等による表示方法があります。代替表記とは、特定原材料等と表記方法や言葉が違いますが、特定原材料等と同じものであることが理解できる表記のことです。例えば、小麦の代替表記は、ひらがなの小麦やカタカナの小麦です。また、拡大表記とは、特定原材料等の名称または代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記のことです。例とすると、小麦の拡大表記として小麦粉が挙げられます。この表は各特定原材料の代替表記と拡大表記を示したものです。代替表記については表に挙げられているものに限ります。拡大表記についてはあくまで表記例なので表に挙げられているものに限りません。特定原材料に準ずるものである21品目については別途確認してください。ここで間違いやすい事例を紹介します。マヨネーズやパンなどアレルゲンが使用されていることが一般に広く知られている加工食品についてもアレルゲンを含む旨を表示する必要があります。例えばマヨネーズについては卵が入っていることを知らないという事故事例があったり、卵アレルギー患者にはいわゆる大豆マヨネーズがよく知られるようになっており、通常のマヨネーズと誤認する事例があることなどから適切に表示をする必要があります。卵黄や卵白については卵という文字が含まれていますが、卵黄や卵白はそれぞれ完全に分離することが困難なため、どちらか一方のみにアレルギーを持つ患者に配慮し、卵を含む旨を必ず表示する必要があります。次にコンタミネーションにかかる注意喚起表示について説明します。コンタミネーションとは、食品を製造する際に原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずに最終加工食品に混入してしまうことを言います。コンタミネーションについては、1から3のような防止策をする必要がありますが、それでもコンタミネーションの可能性が排除できない場合は、例のような注意喚起表示をすることが認められています。なお、注意喚起表示は任意表示です。入っているかもしれませんなどの可能性表示はできません。続いて、原料原産地名の表示方法について説明します。原料原産地名は、例1のように原料原産地名欄に表示するか、例2のように原材料名欄に表示します。従来の表示制度では、生鮮食品に近いと認識されている加工食品のみ、産地表示が義務付けられていましたが、平成29年から新しい表示制度となり、原則すべての加工食品に対象が拡大されました。重量割合上位1位の原材料の産地、もしくは製造地を表示します。また、4品目におにぎりが追加され、5品目となりました。産地の表示方法は、従来は国別重量順表示のみでしたが、新たな表示方法が追加されました。
経過措置期間は令和4年3月31日までなので、それまでに新しい表示制度に基づいた表示をしなければなりません。経過措置期間終了後に製造または加工した一般用加工食品については、従来の表示制度に基づく表示では販売できません。表示しようとする加工食品がどのようなルールに基づいて表示するべきか、まずフローチャートで判断します。表示しようとする加工食品が外国からの輸入品である場合は、事項名を原産国名として原産国を表示します。表示しようとする加工食品が国内で製造された食品である場合、そのうち22食品群プラス5品目については、それぞれの個別ルールに基づいて表示します。それ以外の食品については共通ルールに基づいて表示します。まずは表示しようとする加工食品が以下の5品目に該当するか確認します。5品目に該当する場合は、それぞれの個別ルールに基づいて表示します。5品目に該当しない場合は、さらに22食品群に該当する加工食品であるか確認します。22食品群に該当する場合、以下の条件を満たしているものは、それぞれの個別ルールに基づいて表示します。それ以外のものに関しては共通ルールで表示します。次に、原料原産地名の表示方法の共通ルールと個別ルールについて、次の順番で説明します。はじめに共通ルールについて説明します。使用している重量割合上位1位の原材料が01のリンゴのような生鮮食品ならば、その原産地を表示します。また02のチョコレートのような加工食品ならば、その製造地を表示します。原料原産地表示の表示方法はこの4つの方法があります。最初に国別重量順表示について説明します。原料原産地表示は原則国別重量順表示をします。例1のように使用している重量割合上位1位の原材料が生鮮食品の場合は、その原産地を原材料名に対応させて表示します。2カ国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、例2のように重量の割合の高い順に国名を表示します。重量順位が3位以下の原産地は、例3のようにその他と表示することもできます。原料原産地名欄に表示する場合は例4のように表示します。使用している重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合、原則としてその製造地を原材料名に対応させて表示します。先ほどの原産地表示とは異なり、例1のように〇〇製造と表示します。原料原産地名欄に表示する場合は例2のように表示します。2カ国以上の製造地の原材料を混合して使用する場合は、例3のように
重量の割合の高い順に表示します。また重量割合上位1位の原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、例4のようにその産地を原材料名に対応させて表示することもできます。次にまたは表示について説明します。または表示とは、原産地として使用する可能性がある複数国を一定期間における使用割合の高いものから順に、またはでつないで表示する方法です。過去の一定期間における産地別使用実績、または今後の一定期間における産地別使用計画から見て、国別重量順表示が困難な場合に限り、または表示が認められます。ただし次の条件を満たす必要があります。過去の一定期間における産地別使用実績、今後の一定期間における産地別使用計画に基づいた表示例は次の通りです。一定期間とはいつのことかを明確に記載します。使用割合が 5% 未満の原産地は、原産地の後ろに5% 未満と表示します。このフランス産または国産という表記は、過去の一定期間における産地別使用実績、または今後の一定期間における産地別使用計画において、フランス産のリンゴの方が国産のリンゴよりも使用割合が多いことを表します。この表記はこれらの4通りの産地のパターンを表します。フランス産または国産と表示されていても、例えばフランス産のみしか実際には使用されていない商品である可能性もあります。または表示する場合の使用実績に基づく注意書きの例は次の通りです。使用実績として遡ることができる期間は、表示をする時点を含む1年間から3年以内です。例えば製造年が令和2年であれば、平成29年、平成30年、令和元年の3年の中で、事業者が定める1年以上の過去の実績を注意書きに使用することができます。賞味期限の長いもの、および賞味期限を省略しているものについては、いつの時期の使用実績であるのか、消費者に分かるようにする必要があります。または表示する場合の使用計画に基づく注意書きの例は次の通りです。今後の一定期間における産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から1年間以内の予定に限ります。いずれの場合も当該計画の期間内に製造された製品に限り、これらを注意書きに使用することができます。次は大くくり表示についてです。3カ国以上の外国の原産地表示を輸入などとくくって表示する方法です。過去の一定期間における産地別使用実績、または今後の一定期間における産地別使用計画から見て、国別重量順表示が困難な場合には、大くくり表示を用いることができます。それには根拠資料の保管が条件になります。
最後に大くくり表示プラスまたは表示です。国産を含む4カ国以上の産地を使用し、輸入と国産の重量順表示が困難な場合で、または表示と同様の条件を満たす場合に限り表示できます。先ほどの例外表示をする際に必要な根拠資料は次の通りです。根拠資料の保管期間は、その根拠をもとに表示が行われている製品の賞味期限または消費期限に加えて1年間、賞味期限の表示を省略している製品については製造をしてから5年間となります。次に個別ルールの説明をします。22食品群プラス5品目の加工食品については、原料原産地表示の対象となる原材料を個別に定めています。22食品群については、製品に占める重量の割合が 50% 以上の原材料に原料原産地を表示します。なお、22食品群に該当する場合であって、重量割合が 50% 以上の原材料がない場合は共通ルールで表示します。5品目については、個別に規定された原材料に原料原産地を表示します。原料原産地の表示については、国別重量順で表示します。共通ルールにあったまたは表示や大くくり表示では表示できません。22食品群とは次の通りです。なお、22食品群は原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の当該割合が 50% 以上であるものについて原料原産地を表示しますが、この中の5つの食品については、ここに示されている原材料の当該割合が 50% 以上であるものに原料原産地を表示します。22食品群のうち、いくつか表示例を挙げて説明します。合い挽き肉の表示例において、重量割合第1位の原産国が1カ国の場合は例1のように表示します。原産国が2カ国の場合、例2のように使用割合の高い順に表示します。こんにゃくの表示例では、こんにゃく粉の原材料となるこんにゃく芋の産地まで遡って表示します。こんにゃく粉は加工食品ですが、共通ルールにあった〇〇製造という表示は22食品群ではできないので注意してください。5品目については次の通りです。個別に規定された原材料に原料原産地名を表示します。農産物漬物については重量割合上位4位かつ 5% 以上の原材料に原産地表示をします。なお、表示例では都道府県名で表示されていますが、農産物漬物に限らず、原材料が国産品にあっては国産である旨に変えて都道府県名、その他一般に知られている地名を表示することもできます。野菜冷凍食品については重量割合
上位3位かつ 5% 以上の原材料に原産地表示をします。うなぎ加工品はうなぎの原産地表示をします。カツオ削り節についてはカツオの節の製造地表示をします。おにぎりについては海苔の原材料となる原藻の産地を表示します。表示例では米の産地表示がされていますが、これは米トレーサビリティ法によるものです。ここで米トレーサビリティ法について説明します。米穀や餅、団子、米菓、米飯類等の米加工品を消費者に販売する場合は、米の産地情報を伝達する必要があります。伝達方法としては、商品の容器包装に記載するか、販売店の店内看板等、消費者の目につきやすい場所に記載します。目につきやすい場所であれば、いずれの場所でも記載が可能です。米の産地情報は次のように記載します。販売店や飲食店などの店内看板や消費者の目につきやすい場所に産地情報を掲示します。続いて内容量について説明します。正しく計量してグラムまたはキログラム、ミリリットルまたはリットル、個数等の単位を付して表示します。計量法関係法令である特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品にあっては、それぞれ規定されている単位で記載します。個別に確認してください。2番の商品以外で内容量を外見上容易に識別できる場合、つまり容器包装を開かずに内容数量を外見から容易に確認することができる場合は、内容量の表示を省略することができます。また固形物に充填液を加えて密封したものは固形量や内容総量を表示する場合があります。食品表示基準別表第4において表示方法が定められている食品はそれに従って表示します。続いて消費期限と賞味期限について説明します。消費期限と賞味期限については次の順番で説明します。期限の設定については、事業者が食品の特性や検査結果等に基づき、科学的・合理的に行う必要があります。詳しくは、食品期限表示の設定のためのガイドラインをご確認ください。消費期限及び賞味期限は、未開封の状態で表示された方法で保存した場合の期限です。消費期限と賞味期限はそれぞれ意味が異なります。消費期限は安全性が担保される期限を示します。一般的に生菓子類や調理パンなど傷みやすい食品に表示します。賞味期限は品質の保持が十分に可能である期限を示します。一般的にスナック菓子や缶詰など傷みにくい食品に表示します。表示方法としては、消費期限または賞味期限の時効名を表示した上で年・月・日の順で表示します。
また数字の間の点を省略しても差し支えありませんが、読み間違いが起こらないよう、年、月、または日が一桁の場合は、このように二桁目に0を付して表示します。製造年月日は、消費期限または賞味期限の表示を適切に行った上で、任意で表示することは可能です。製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、年、月で表示することが認められていますが、表示する月の末日まで賞味期限が保たれる必要があります。期限表示のイメージ図はこちらです。一括表示部分に表示することが困難な場合は、賞味期限または消費期限欄に記載箇所を具体的に表示し、枠外に記載することができます。次に、保存方法について説明します。保存方法については、次の順番で説明します。保存方法の基本的な表示方法は、その製品の特性に従って具体的に表示します。ただし、食品衛生法第13条第1項の規定により、保存方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示します。開封後はお早めにお召し上がりください、のように、開封後の注意を促す表示は保存方法ではないため、一括表示の枠外に表示します。常温で保存すること以外に、保存方法に関し留意すべき特段の事項がない場合は、保存方法の表示を省略できます。消費期限または賞味期限の表示箇所を表示して、一括表示の枠外に表示する場合は、保存方法についても表示箇所を表示すれば、消費期限または賞味期限の表示箇所に近接して表示できます。保存方法のみを枠外記載することはできません。続いて、製造者等表示内容に責任を有する食品関連事業者の表示について説明します。製造者等表示内容に責任を有する食品関連事業者の表示については、次の順番で説明します。まず、事項名の表示についてですが、基本的に製品を製造した場合は、製造者として表示します。製品の切断、小分け包装など、本質の変更を及ばさない程度の加工行為を行った場合は、加工者として表示します。製造者、加工者の区分については、食品表示基準 Q&A をご確認ください。製品を輸入した場合は、輸入者として表示します。製造者、加工者、または輸入者の欄には、氏名または名称を表示します。ただし、屋号のみの表示は認められません。氏名や登記された正式の法人名を表示した上で、屋号を併記することは可能です。所在地の表示については、実際に当該食品が製造された施設の所在地を県名から番地まで表示します。輸入者は営業所の所在地を表示します。県庁所在地の場合は県名の表示を省略できます。
県内に同一町村名がない場合は、郡名は省略できますが、大字名および番地は記載します。販売業者が他社に製造委託する場合等、製造者等とは別に表示内容に責任を有する者がいる場合は、当該事業者を販売者として一括表示の枠内に表示します。この場合、製造者等の所在地、氏名または名称も合わせて表示します。一括表示内に製造者の表記をすることもできますが、どちらが表示責任者であるかを合意しておく必要があります。また製造所固有記号による表示も例外として認められています。あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって、製造所所在地等の表示に変えることが可能ですが、原則として同一製品を2箇所以上の製造所で製造した場合のみ使用することができます。製造所固有記号を使用する場合は、製造所固有記号の問い合わせ先などの表記や、それに対する応答義務が課せられます。続いて、特色のある原材料の表示について説明します。特色のある原材料とは、特定の原産地や品種など原材料の特色について特別に強調されたものを言います。例示として次のようなものが挙げられます。特色のある原材料である群馬県産のいちご、弥生姫を強調して表示する場合の例は次の通りです。具体的な表示方法として、消費者に誤認を与えないという観点から、特色のある原材料の使用割合を強調した特色のある原材料の表示すべてに近接して、または一括表示のその原材料の次に括弧をつけてその使用割合を表示します。使用割合が 100% である場合は、割合表示が省略できます。表示する使用割合の考え方は、括弧1と括弧2の2つありますが、基本的には括弧2の考え方に基づき、同一の種類の原材料に占める割合を表示することが望ましいです。また例のような場合には、使用割合を併記する必要があります。続いて、栄養成分表示について説明します。栄養成分表示については、次の順番で説明します。食品表示基準では、消費者向けに販売されるすべての加工食品および添加物に、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5項目を容器包装に表示することを義務付けています。ナトリウムは食塩相当量として表示します。義務表示5項目のほかに、枠内にあるように推奨表示、任意表示があります。これらの栄養成分の名称や総称、栄養成分を示唆する表現を容器包装に記載した場合は、基準に基づき栄養成分表示に記載します。義務表示の栄養成分表示であっても、1から7に該当する場合は、栄養成分表示を要さない、または省略することができます。ただし、この次に説明する
栄養表示をしようとする場合は、栄養成分表示が必要となりますので注意してください。栄養成分表示を省略することができる事業者であっても、表示することが可能な場合は表示することが望ましいです。次に、栄養表示をしようとする場合について説明します。栄養成分表示を要さない、または省略できる食品であっても、次のような表示をする場合は、栄養成分表示が必要となります。栄養成分表示の様式は、食品表示基準の別記、様式2の通りです。必ず栄養成分表示と記載し、食品単位は 100g、100ml、1食分、1包装、その他の1単位のいずれかを表示します。栄養成分および熱量の表示の順番や表示単位を変更することはできません。表示のスペースの都合により、別記、様式2による表示が困難な場合は、分かりやすく一括で表示してあれば、例のように横に並べて表示することや、分割した様式で表示することもできます。各栄養成分および熱量は、表示すべき最小表示の位が定められています。義務表示の5項目では、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物は1の位まで、食塩相当量は小数第1位までとしています。ただし、いずれの場合も0と表示できる基準以上の場合は、有効数字1桁以上で表示します。また、食塩相当量はナトリウムの量から算出します。分析や成分表等で算出する場合は、ナトリウムの量×2.54割る1000の計算式で、食塩相当量を算出することができます。栄養成分、熱量の含有量は、一定値、または下限値、上限値で表示します。下限値のみ、上限値のみを表示することはできません。例で示したように、一定の値、下限値及び上限値による表示の混在も可能です。次に、複数の食品が同じ容器包装に入っている場合の表示方法について説明します。通常、一緒に食される食品が同じ包装容器に入っている場合は、合計の含有量を表示します。例えば、ハンバーグセットにおけるハンバーグとソースの表示は、セット合計の含有量を表示します。これに合わせて、セットを構成する個々の食品についても表示することも可能です。また、それぞれ独立した食品が詰め合わさっている場合は、例の通り、それぞれの食品ごとに表示します。次に、合理的な推定により得られた一定の値について説明します。表示した一定の値が許容差の範囲を超える可能性がある場合、合理的な推定により得られた値として表示することができます。その場合は、この表示値は目安です。または、推定値の文言を栄養成分表示の近接した場所に表示し、表示した値の設定の根拠資料を保管します。また、消費者への的確な情報提供を行う観点から、
表示値の設定根拠を追記することは差し支えありません。次に栄養強調表示について説明します。容器包装に減塩、低脂肪、カルシウムたっぷり、ビタミン C 配合などある栄養成分が高い旨、低い旨などを表示する場合は、当該栄養成分の含有量が食品表示基準で定める基準を満たしていなければなりません。また栄養強調表示をする場合は、合理的な推定により得られた値による表示はできません。例1の通り、カルシウムたっぷりと容器包装に表示する場合は、カルシウムの高い旨の基準値を満たす必要があります。カルシウムの高い旨の表示の基準値は 100g あたり 204mg であり、基準値より高いため栄養強調表示を行うことができます。例2の食物繊維入りと表示する場合、食物繊維を含む旨の基準値を満たす必要があります。食物繊維を含む旨の基準値は 100g あたり 3g です。栄養成分表示では、食品1個あたりの重量で栄養成分の値が記載されているため、一見基準値を満たしていないように見えますが、 100g あたりでは 5g となることから、基準値の 3g より高いため栄養強調表示を行うことができます。最後に加工食品の表示に関する問題を解いてみましょう。問題は全部で2つあります。問題1、以下の加工食品クッキーの表示について表示内容の不備があります。改善点を6つ挙げてください。クッキーに関する基礎情報はこちらです。答えはこちらです。改善点の一つ目は、当該食品の重量割合第1位の原材料である小麦粉は加工食品なので、原料原産地表示は原則として製造地を表示する必要があります。また小麦の産地が国産であるならば、小麦粉小麦国産と表示することもできます。2つ目は、アレルゲンの一括表示をする場合は、原材料に鶏卵が表示されていても、すべての特定原材料等をまとめて表示する必要があります。3つ目は、着色料として使用する赤100には物質名だけでなく用途名である着色料を合わせて表示する必要があります。もしくは添加物の名称中に色の文字を含む場合は、用途名である着色料を省略し赤色102号と表示することもできます。4つ目は、製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、年月で表示することが認められていますが、表示する月の末日まで賞味期限が保たれる必要があります。当該食品の賞味期限は
12月10日なので、2020年11月と表示する必要があります。5つ目は栄養成分表ではなく、必ず栄養成分表示と表示する必要があります。6つ目は栄養成分表示は別記・様式2で定められた熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順番で表示する必要があります。問題2、株式会社〇〇産業が販売する以下の加工食品ポテトサラダの表示について、表示内容の不備があります。改善点を5つ挙げてください。答えはこちらです。改善点の一つ目は、マヨネーズの原材料に卵黄が使用されているため、アレルゲン表示をする必要があります。二つ目は、原材料と添加物を明確に区分する必要があります。三つ目は、アレルゲン表示方法において個別表示と一括表示を合わせて表示することはできません。4つ目は、食品を製造した施設の所在地と名称を表示する必要があります。項目名は製造者と表示することもできます。5つ目は、たっぷりと強調して表示する場合は、ビタミン C の含有量が高い旨の表示の基準値を満たし、かつ含有量を表示することが条件となります。また栄養強調表示をする場合は、合理的な推定により得られた値による表示はできません。食品表示に関する問い合わせ先を紹介します。群馬県内の方はこちらの問い合わせ先にご連絡ください。群馬県外の方は管轄する関係機関に問い合わせてください。食品表示ナビゲーションは以下の動画もございます。詳しくは動画説明欄からご確認いただけます。